シモン・アマン。シモン・アマンは、スイスのスキージャンプ選手。身長172センチメートル、体重58キログラム。相性は、シミスイス東部、ザンクトガ練習、グラブス村で、落農を営む父ファイン・リッヒ、母、マルグリッドの間に、5人兄弟の真ん中として生まれる。少年時代、アルペンスキー選手を目指し、 チーム入りを希望するが体重が軽すぎるという理由で断られる。地元で開催されたジャンプ大会に飛び込みで参加、優勝し、以後ジャンプ競技に取り組む。身長によってスキー板の長さが限られるジャンプ競技では一般的に 180cm を超える超身選手が有利とされるが、172cm というジャンプ選手としては恵まれない体格にもかかわらず、 その卓抜したバランス感覚を武器としてジャンプ競技を勝ち抜いている。1997から1998シーズンにスキージャンプワールドカップにデビュー。16歳で出場した1998年長野オリンピックはノーマルヒル35位、ラージヒル39位となる。2001から2002シーズンは序盤好調で12月中のワールドカップで、 初表彰台を含む4度の表彰台入り。ソルトレークシティオリンピック直前の2002年1月11日、W ハイビリンゲン大会の公式練習中に、空中でバランスを崩して頭から地面に突っ込んで、脳震盪を起こし、無知打ちになって、首にコルセットをつけるほどの怪我を負った。逸話出場が危ぶまれたが、復帰し出場する。2月10日のノーマルヒル決勝は、 1>, 1回目98メートル、2回目98.5メートルで優勝候補のアダム・マリッシュと1.5点差となる269.0点で金メダル、スイス人でジャンプ競技の金メダルは初であった。2月13日に行われたラージヒル決勝でも1回目132.5メートル、2回目は最長不当の133メートルを飛び合計281.4点で、 金メダルを獲得。1988年カルガリーオリンピックのマッチ3日年以来史上2人目の個人2冠となった。2月18日の団体では7位で、3日年以来の3冠はならなかった。この活躍で2002年のスイススポーツパーソナリティオブザイヤーを受賞した。国際スキー連盟のジャンプ競技運営責任者、バルター・ホーファーはアマンをスキー界のハリーポッターだと述べた。 ワールドカップ初優勝は、逸つは後の3月17日ホルメン公連大会で、挙げた。しかしこの2冠の後数シーズンは、さほど目立った成績は残せず、2006年、トリノオリンピックは、ノーマルヒル38位、ラージヒル15位であった。2006から2007シーズンは、ワールドカップで12月に5シーズンぶりの通算2勝目を、記録するなど好調であった。 2007年ノルディックスキー世界選手権では2月24日に大倉山ジャンプ競技場でやれたラージヒル個人で優勝。翌日同所で行われたラージヒル団体でもスイスは表彰台に登れなかったもののアマン自身は2本とも大倉山のヒルサイズ134メートルを超えるジャンプをする。3月3日に行われたノーマルヒル個人でも銀メダルを獲得した。さらに ホルメン高連大会で勝利するなどして、ワールドカップ総合3位に躍進した。2006年から、スイス連邦工科大学中理飛行に通学する。2007年にホルメン高連メダルを受賞。2008から2009シーズンは、開幕から好調で12月までに5勝を挙げ、それ以外でも2位8回、3位4回で、シーズン17回の表彰台入りした。 しかし1月以降はグレゴア・シュリーレンツアワーが6連勝するなど調子を上げ、当時の新記録となるシーズン13勝を挙げたために、総合2位に終わった。2009年5月にのミディアムヒルにアマンの名が冠され、同時にラージヒルにはアンドレアス・キュッテルの名が冠された。2009から2010シーズンも開幕から好調で、前年同様、シュリーレンツアワーと激しく、 ワールドカップ総合を1位を争い、トップで迎えたバンクーバーオリンピックでは、個人ノーマルヒル及びラージヒルで、すべてのジャンプで最長不当距離を記録して優勝。ソルトレークシティオリンピック以来の個人2冠となる。オリンピックジャンプ競技での個人2冠の2回達成は、史上初である。オリンピック後も好調を維持し、ノルディックトーナメントでは四戦全勝優勝、シーズン9勝を挙げて、 初のワールドカップ総合優勝を手にした。これらの偉業に対し再び、スイススポーツパーソナリティオブザイヤーを受賞した。日本のテレビ番組、NHK スペシャル、ミラクルボディにて、アマンの肉体に関する詳細なデータが紹介された。2010年6月に結婚。2010から2011シーズンは参照を挙げて、総合2位。2011年。 ノルディックスキー世界選手権では個人ラージヒルで銅メダルを獲得した。2011から2012シーズンはこれまでの実績と比べて見劣りする結果となった。優勝はなく2位と3位が2回ずつで総合11位に終わった。2012年には長年の夢だったパイロットのライセンスを取得した。2012から2013シーズンもあまり調子は上がらず、 終盤は試合を欠場して早めにシーズンを切り上げ、結局総合14位に終わった。2014年ソチオリンピックに、スイス代表として5大会連続で出場を果たした。しかし、ノーマルヒル個人にて17位、ラージヒル個人にて23位と制裁を欠き、メダル獲得を逃した。2014から2015シーズンは1月28、29日の第二戦。 第3戦ルカデに連勝を果たすが、年が明けた1月6日のスキージャンプ週間の最終戦のオーストリアのビショフスーフェンで着地に失敗し、転倒、重度の脳震盪と打撲で入院。2015年の事故以来表彰台から遠ざかっていたが、2018年1月13日に W 杯、バートミッテルンドルフ大会にて3位に入り、 自身3シーズンぶりとなる表彰台に上った。また、これにより史上4人目となるワールドカップ通算80度の表彰台入りを達成した。その翌月にはピョンチャンオリンピックに出場し、結果ノーマルヒル個人にて11位、ラージヒル個人にて13位に終わり、全大会に引き続きメダルの獲得はならなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。